Hello everyone, welcome to a new episode of Yakuza Zero with Majima Goro. This lady? Okay, just a weirdo. おお、マジマ、よう来た、待っとったで、傍聴まで。何興奮しとんねん。そら興奮するに決まっとるやろ。な、お前水臭いやないか。たった一人で。せやけどこれで一件落着や。ようやったで、マジマ。Okay. 何の話や。The audio meant about a murder. あの写真の女。There, that's a murder report. I could tell by the audio. 蒼天堀川で発見された若い女性の遺体は、身につけていた衣類などから牧村誠さん20歳とみられます。遺体は損傷が激しく、大阪府警では牧村さんが何らかのトラブルに巻き込まれた殺人事件であると断定。捜査本部を設置し、何やこれは。おい、お前がやったんちゃうんか、あの写真の女を。俺はやっとらん。やるわけないやろ。せやけどお前、死体は昨日お前が持ってった誠の服着とったで。何やと。朝店にデカが来てな、身元確認や言うて死体の写真見せられたんや。顔は潰されとったが、服は間違いなくお前に渡したやつや。はい、大口海岸です。ああ、 It's for me. お前に。マジマ、 I haven't played, it's just a bit because I know Japanese enough. 変わったで、マジマや。わしからのプレゼント、受け取ってもらえたか。何の話や。決まっとるやろな、牧村誠の死体や。何やと。あの子はこれで死んだことになった。あんたの雇い主もこれで納得やな。あんたが消される心配はもうないちゅうわけや。感謝してもらうな。お前何もいや、目的は何や。取引したいんや、あんたと。何わけわからんこと。実は今な、あんたの店で飲ましてもろてんねん。お前グランドに。いやもうちょっと。ええ店やな、真島くん。わし、ここ気に入ったで。今から一緒に楽しもうやないか。あんたも早おいで。Okay, that's the end of the chapter.何がどうなっとるんや。なんで知らんやつがわしの計画知っとった。おい、どういうことや、マジマ。さっきの電話の男、多分あいつは俺が捨てたもんを拾ったんや。公園のゴミ箱から。ああ、俺があんたから取ったほぐし会館の制服、身代わりにするつもりやった女の写真、俺がそれ捨てたとこ、その男はどっからか見てたっちゅうことや。そういうことかいな。それつこて
誠の死体を偽装したんやな。けど何者なんや。もしかしてお前の雇い主とちゃうか。ちゃう。俺の雇い主やったら本人が電話してくる。電話の音が別口や。けど俺が誠の殺し命じられとんのは承知しとる口ぶりやった。となると前にここに来たヤクザどもか。まずその関係やな。電話の男は俺と取引したい言うとった。奴の欲しがっとるのは牧村誠っちゅうことや。どないする。相手はグランドで俺を待っとる。あんたはあの子についててやれ。そらええけどお前一人でのこのこ出ていくんか。相手はお前を待ち構えとるんやで。これ以上うろちょろされたら目障りやからな。それに奴に聞けばあの子が方々から狙われとるわけもわかるはずや。そろそろ蹴りつけたる。Guy who called me said he's waiting at the Grand. Let's go meet my newest customer. They're waiting for me outside. どうも、マジマさん。お前は。その節はお世話になりました。お店の中にうちの組長がお邪魔しております。組長。ええ、先ほど組長からお電話差し上げたかと。牧村誠の死体お受け取りになられましたよね。どうぞ、親父が待ってますから。It's empty. ほら、ここいいやろ。あ、あかん。わしのも触ってやな。いや、もう。ほんまに特別ですよ。え、ちょっと立ってるやん。当たり前やん。ちょっと嫌や、やめて。せやったらいくら払えば揉んでくれるん。せやな。じゃあ1万で1秒。ほんまか。なら100万で100秒や。当店はみだらな行為は禁止です、お客様。支配人。ほう、あんたが真島君くんかいな。固いこと言うなよ。場がしらけてしもたやんか。ですが、それが当店のルールです。はいはい、そりゃエロすいませんでした。支配人怖いな。な、当たり前や。他の客の迷惑になるような真似されて支配人として見過ごせるわけないやろ。ちゃうねんって、そない乱暴なことせん。これでもちゃんと筋通してますし。実はお店の人に頼んで貸し切りにしてもらったんや。わしらの会話
あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな。人払いしといたんや。これでも気ぃつこてるんやで。まあまあ、座ったら。たまには自分の店で飲むもええもんとちゃうか。何もんや。わじゃな、鬼人会中看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや。ほまれ、いや、西谷ほまれ。鬼人会、こっちの欲しいもんは分かっとるやろ、真島くん。牧村誠ちゃん、あんた、あの子どこに隠しとんのや。前にうちの若いもんが誠ちゃんさらいにハリシンとか言ったやろ。せやけどあんたが手に負えん言うてな。結局わしが出てこなあかんようになってもうた。お前があのボンクラどもの頭っちゅうわけ。あんた強いらしいな。わしゃ強い男は大好きやで。せやけどそんなあんたが女一人殺せんでえらい困っとる。もう見てられへんで。かわいそうにな。何言うとるんや。まあカリカリせんと聞いて。わしらが欲しいわ。マコトちゃんの命やない。あの子とちゃんとお話ししたいだけなんや。せやからマコトちゃん、わしらに渡してもらえんかな。 No。 なえやろ、あんたは雇い主に蒼天堀の死体がマコトちゃんや言うたらええ。相手は佐川やろ、キャバレーグランドの裏のオーナーさんや。あのアホに死体が別人やなんてバレやせん。わしは口の堅い男や。マコトちゃんさえこっちの手に入れば誰にも秘密は明かさん。墓まで持ってったるわ。お前ら、okay. Now. なんであの女狙うんや。うん、そりゃ言うわ。わしらも人に雇われて向いとる。ただまあ真島君もそれ知りたいやろんな。なんやったらわしから力ずくで聞き出してみるか。あんたもそのつもりで来たんやろ。That's all. あれ、なんや真島君、どないしたんや。俺は店の中で客殴られへん。なあそれ。この店の支配人としての流儀や。なんやなんや、あんたほんまにわし好みの男やな。せやけどどないしよう。真島君の流儀も大事やけど、わしもはよあんたとやり合わな。もう収まりつかんで。せや、そしたらこないしよう。ちょ待って。あ、もしもし、警察でっか。わしキャバレーグランドの支配人ですわ。何、今頭おかしなったヤクザが店でドス抜いてますね。全然客やないです。強盗ですわ。早く助けに来てください。何考えとるんやお前。これでわしは客やないちゅうこっちゃ。札も認める立派な強盗やで。支配人言うたことで強盗まで直らんちゅう流儀はないやろ。
大事な店を守るため。早遠慮せんとかかってきてや、真島くん。わしゃもう仕事抜きや、楽しませてもらうで。そこまで言うんやったら付き合うたる。俺も仕事抜きや。ほな行くで、真島くん。がっかりさせんなよ。Do I have throwables? No throwables? Oh god, don't follow me. Well, if there are no throwables... Majima. Oh, what the fuck? Get fucked. Tamaran de. Washi, konna hajimete ya.しぶとい男やな。警察や、そこを動くな。なんや、もう時間切れかいな。サツの旦那方、わしがこの店を押し込んだ強盗ですわ。エロお騒がせしましたな。はあ、なんやそれ。待てや西谷、お前らが女狙う理由は何や。どっからの命令や。それは次会うた時のお楽しみや。お前はもうわしの獲物やで、真島か。たく、なんなんやお前。とにかくこっち来い。あの支配人、何があったんですか。貸し切りのお客様は。貸し切りはしまいや。
あんなにお金いただいてるのに、もう？ええから、お前は札納体しとけ。他の門には開店準備させろ。今から通常営業へ。わかりました。準備でき次第店を開けます。支配人はそれまでどうされてます？せやな。店開くまで事務所におるわ。何かあったら呼びや。はい。Guess I'll wait in the office till opening. Huh. あの、支配人。なんだ。さっきはすいませんでした。ええお客さんになりそうやし。ちょっとくらいええかなって。お店開けるんですよね。営業電話かけときますね。いいよ。Majima ain't even saying shit to her. Sagawa? Yo.邪魔してるよ。いつからここに？札が店に入ったすぐ後だ。にしてもずいぶん騒がしかったな。え？He's lying. それより真島ちゃんよ。お前仕事終えたら電話しろっつったろ。仕事？牧村誠だ。やったんだろ？ニュースで見たよ。蒼天堀に浮かべるなんて随分派手じゃないの。なんですぐ連絡してこなかった？ほうれん草はどうした？うっかりしてたんや。これから連絡するとこやった。はあ、うっかりね。 This guy is bluffing. でも妙なんだよな、例の女の死体。俺はなんか腑に落ちねえんだよ。お前さ、なんでわざわざ死体の顔潰したの？そのくせ死体には女の働き先の服着せたままだ。死体の身元隠してえのか隠したくねえのかよくわからねえじゃねえか。妙だよな。人を殺したんは初めてやったんや。自分でもよう覚えとらん。気が動転してたって？はあ、まそういうこともあるのかな。どうでもええやろ。それよりも、もう仕事は済んだんや。これで東上界に戻れるっちゅう約束やったで。島野の親父になしつけてくれるんやろな。その前にもう一つ聞きて。さっき店で暴れてた男、お前あいつと何揉めてたんだ？あいつは西谷って男でな、あれでも俺と同じ近江連合の爺さんだ。鬼人会ってな。近江連合の？ああ、近江の中にもいろいろあるがよ。鬼人会は他の誰ともつるまねえ跳ねっ返りだ。どこの縄張りだろうと好き勝手やらかす蒼天堀のトラブルメーカーってやつだ。ま、俺は嫌いじゃねえよ。ただその鬼人会がなんでお前にちょっかい出してきてんだ？連中と何があった？店ん中で暴れただけや。ええ酒飲み慣れてなかったんとちゃうか？そっか、まあ西谷のやりそうなことではあるか。ならいいんだ。ただこの前からお前の動きが妙でさ、なんか俺に隠してるんじゃねえかと思ってね。何を隠しとるっちゅんや。気悪くすんなよ。そうだよな、お前が俺に隠し事なんかできるわけがねえ。
もしそんなことすりゃどうなるか身に染みて分かってるはずだもんな。So he really doesn't know? そんじゃシマノの兄弟とはなしつけとくからよ。それまでしっかりこの店儲けさせてくれや。な。That fake body's only gonna throw Sagao off the trail for so long. Hell, he may already be wise. I gotta talk to Lee in a hurry. You should be with the girl. So, you want us to leave? Yeah, you want us to leave.支配人さん、待って、ちょうどよかったよ。お前、雀荘の闇医者か。リさん、どこにいる？私、リさんに急ぎの用ある。急ぎの用？薬届けたい。リさん、痛み止めの薬切れる。取りに来るって言ったのに、全然来ないよ。あんた、リーと会う約束してたっちゅうことか。リさん、何かあったか。私とても心配してる。リさん、どこ？落ち着けや。ちょうどリーと話そう思うとったとこや。わかった。そしたら俺がついでに届けたる。あんた、今薬持っとんか？あ、あるよ。痛み止めの薬、これね。でも急いであげないと。薬切れると打たれた傷の痛みひどい。多分動けなくなるくらい。お願いね、支配人さん。 Something's happened to Lee. I better haul ass over to him. やったんやな。ああ、こっちも異常ないな。ん？ああ、別にないな。ならええ。あんたに預かりもんや。なんや。痛み止め屋とジャンバレアの闇医者がお前に渡せ言うとったで。ふん、こんなん別にいらんけどな。Tracking? それよりどないやった？電話の音とか。 Was this a tracking device or some shit? あの、何かあったんですか？電話の男って。まあ、ちょっとな。お前は気にせんで。それより、リーさん、なんで私に何も教えてくれないの？なんでと。お前急にどないした？全部私が狙われてるせいなんでしょ？だから二人でいろいろ動いてるんでしょ？だったら私にも何か手伝わせて。ただずっとここにこもって守られてるだけなんて。私、ホグシ会館でお前をさらいに来てヤクザらが追ったやろ。え？電話の男やユウタンはそいつらの頭で西谷って男や。鬼人会いう組引きとる。そいつがお前を渡せ言うてきたんや。それで俺がさっき会うてきた。お前を狙っとる理由聞き出そう思ったんやけどな。その前に札に連れてかれてもうた。警察に？西谷も俺の雇い主の佐賀いう男も元をたどれば同じ近江連合や。どうやら近江の中でも牧村誠をさらう派と殺す派で別々に動いとるらしい。西谷はさらう派、佐川が殺す派ちゅうことか。せやけど
今一番の問題は佐賀の方や。あいつは多分俺がみすみすこの子殺さんかったこと感づいとる。何やと？ほんまか？お前らはすぐ蒼天堀から出た方がええ。ここも佐賀に見つかるが多分時間の問題や。リー、どっかこの子連れて逃げる当てないか？まあないこともない。せやけどどこまで逃げてもヤクザは追ってくるで。この子はいつまでビクビクせなあかんねん。俺が何とかしたる。とにかく今町を出る。あなたは一緒に逃げないの？俺はこの町に囚われの身や。一緒におるとかえってあんたらが逃げきれんようになる。しゃあない。まことここ出るで。あんまり時間もないようや。え、他にも誰か？It was a tracking device. This guy's a traitor. なんでお前、まさか俺のことつけてきたんか？リーさん、あなた前に私に教えてくれた。あなた言ったよ。日本で生きる中国人とっても大変だから、私たち助け合う。でも最後に自分守ってくれるのはやっぱりお金ってリさん言ってたから、許してくれるよねリさん。Son of a bitch. わしら撃ったんか。 Yep, what a snake.こいつら佐川の手下。Dumbass. But karma. ようが済んだらもういらんちゅうわけか。普通やないでこいつら。リー、その子を見とれ。こいつらには今まで散々世話になっとるんや。誠、こっちや。 Oh, you're flirting with me. Might as well be flirting with death, buddy. 行くでの絆より金か。わしは確かにお前にそう言うたな。せやけど死んだらせっかく手にした金使えんやろが。ダホ、リーさん。リー、まだ終わっとらんで。他にも佐川の手の者が駆けつけてくるはずや。そいつはほっとけ。あんたを裏切った男やぞ。おい、
どないしたんやり。このままほっといたらこいつ死んでまう。助ける言うんか。お前誠を連れて早ここを出ろ。わしはこいつをジャンバラヤに連れて行かな。 Well, but where will Majima go? 後で合流する。お前は誠と一緒にほぐし会館に行け。ほぐし会館？なんで？誠を連れながら歩いて逃げきれんやろ。車がいる。ほぐし会館の前に店の車止めとるんや。何が起きてるの？リーさん。誠、すまんがわしは。リーのおっさんは後で合流する。お前のことは俺が守ったる。急ぐで。すぐに他の追手が集まってくるんや。全部私のせい。ごめんなさい。私のせいでごめんなさい。泣くことあらへんがな。お前は何も悪ない。誠を頼むで。分かっとる。行くで。お前ら佐川に伝えるや。俺らはこの町を出るで。どないした？早うかかってきたらどうや。俺を止めてみろや。ほい。I heard her screaming. Go, man.Can I grab that? Sorry. I'm sorry, sweetie. It's gonna take ages, you just know it. リーさん、大丈夫かな？あのおっさんなら平気や。
簡単にやられるような弾やないで。どうしたの？ちょっと待っとれ。An ambush. Guess that means I gotta take them all out. やったか。早かったな。あの闇医者は大丈夫や。仲間が見とる。それより車や。まだ追手が来るかもしれんのやろ、うん、車はあれや。ちょ待っとれ。こっちや。Oh my god. いや、なんで俺に嘘ついちゃうの。悲しいじゃん。俺にこんなことさせんなよ。今度は俺もちゃんと約束守るつもりだったのによ、うん、女殺したらシマロンとこに戻してやるって約束したもんな。なのになんでこんな真似すんの。嘘つかれたらお前のこと助けてやれないよ。もう殺すしかなくなっちゃったよ。でもいいよな、二人一緒に殺してあげるから。こんにちは。Yeah.I started speaking Portuguese. I'm sorry. I meant Anishi something would kill him. Okay, who's this? Nanda kore. Is this Anishitani boy?Oh my god, 2 chapters? What the fuck? What the fuck?
飛竜が抜けた堂島組では幹部の筆頭だった久瀬に代わり、堂島組若頭補佐、太平一家組長、阿波野弘樹が新たに台頭していた。阿波野は立花不動産が持つ空の一坪の情報を奪うべく、桐生に立花の身柄を引き渡すよう迫る。かたくなに要求を飲まない桐生に対し、阿波野は堂島組を挙げて包囲網を狭めていった。桐生は兄弟分である錦山の助けにより神室町を脱出するが、その錦山とも決別を余儀なくされる。東条界最強といわれる堂島組との対立が深まる中、それでも神室町へと戻っていく桐生。そこには桐生の首を狙う強大な力とわずかな仲間とが待っているはずだった。こいつ見たらすぐに知らせろ。いいな。はい、はい。Dojima's goons searched my apartment just to tie the noose around me. I can't risk wandering around out here. I need to find a place to lie low and wait for word from Tachibana. 明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。キリさん。I just hope I can find some place that will take me in. Okay.However, I'm actually running out of time for this episode. Thank you so much for watching. I really appreciate it, and I'll see you soon.